数の花和氏は、現在の秋田県数野市、花和町にあたる道の区国数野郡、花和村付近を本拠とした花和姓の氏族。軍内の旧族で、武蔵七党の一つ担当、阿保氏の系譜を引く家として知られる。鎌倉期に、軍内自党職に補えされた阿保氏所流と伝え、着男が大里氏、次男が花和氏、三男が柴内氏を称した同族である。 永禄五年八月、秋田日山の安藤氏は、日内軍に侵入して、浅利氏を追い、さらに永禄八年七月には、和ズノ軍に迫っている。永 a 十一年、南部氏は、和ズノ軍に出兵して、安藤氏勢力を駆逐したが、その後、天正年間に入り、三考南部市内に、春政、信直が、不死対立するに及んで、和ズの諸氏も二杯に分立し、 信直の宗家継承後も、最後まで信直に反抗する者さえあり、その中心勢力は、花輪城主花芳木守る近行きであったらしく、春政の死去により録を召し上げられて、花輪の居城を散なし、港合戦をぼえがきよると、花輪芳木神は、安藤愛紀に従ったとある。その後、この野親が信直に召し出され、ぬかの部軍九個の丸子村に村替えとなり丸子氏を、 名乗る。参考書家系、図38、異勢の28、丸子氏本名安保花は、聖、丹治後平成に、カイム有リュリワラの門、蛇目、花は宝器上氏、南部春マッサ、近行き、丸子大東氏信ぶ信近ありがとうございます。